皆さんこんにちは、辰徳です、本日はですね、この沖縄チビアシナガバチっているんですけど、こちらですね、バナナの作業を今からしたいんですけど、たくさんいるのでこれをちょっと捕獲してですね、行きたいと思います。じゃあ捕獲動画をですね、はい、ちょっと危険なんですけど、良い子のみんなは真似しないようにお願いいたします。じゃあ最後にもし遺言どうぞ。遺言、刺されてもですね、二度刺されなければ大丈夫です。本当に、はい、じゃあこちらからですね、はい、ちょっと回ってですね、はい、この袋でバナナの葉っぱごとですね、はい、捕獲していきたいと思います、はい、それでは皆さん危険ですので、はい、絶対に真似しないでくださいっていう風に、はいはい、これは目的はあれですよね、バナナの作業を押しやすいようにです、ね、それと、はい、あとチビアシナガバチの凶暴性をある程度こう身をもって体験するために体を張ってるっていうことですよね。そうですね、普段はやらないですね。もう簡単に言うと、もう緊張るとか何かでシューって巻いた方がいいですよね、うんうんうん、はい、まあ自分も刺されまくってるんで今蚊がえぐいんで、うん、はい、もうさっさと作業したいんで、はいはい、ちょっとやっていきたいと思います。お願いします、はい、じゃあ皆さん ご覧ください、はい、うわすごっ、来た、うわ来てる、おっ、はい、そのちょっとですね、はい、生き残りがやばい、生き残りがいるんですけどちなみに僕ですね、3箇所手についてました。マジですか、はい、刺されてはない、けど刺されはしませんでしたね。あ、なるほど、はい、まあでもちょっとこれ限界でしたね。ちょっと近くで、はい、いいですかこれ、近くに、はい、わかりますかね皆さん、やば、あ、今ちょっと興奮してますね、はい、まあ、こんな感じ、隙間、いやほとんど空いてないんですけど、ちょっと周りから集まってきたみたいです。はい、戻り蜂がいますね、はい、いやこれちょっとあれですね、まあでも時間が経てば蜂の巣自体は群れて多分死ぬと思います。じゃあちょっとこれですね、難しくなりましたねこれから余計難しくなりましたね、はい、戻り蜂が来ることを想定してなかったです、はい、戻り蜂で結構いますね実は、はい、めちゃくちゃいますね。皆さんわかりますか、こんな感じで、はい、いっぱい飛んでますね、はい、じゃあこんな感じでとりあえずですね、時間を置いてちょっと葉っぱごと取っていきたいと思います。行きます、よいしょ、くさ、 あれだ、じゃあここにある、あ、ちょっと反対になってるかも、んこれが、ん反対に、はい、オッケー、うわ見えますかね、はい、捕獲施設、ここ見えますか、はい、これちょっと近づいても大丈夫ですよ、ここ、はい、見えますね、見えますか、ここに蜂いるの、はい、よく捕まえましたね、たくさんいますね、すんご、見えますか、ケンさん、見えます、見えます、これですね、この蜂には僕噛まれなかったんですけど、うん、この後ですね、安心して草刈りをしていたらですね、なんと2箇所も違う蜂に噛まれました。うわ、はい、でも捕まえてるな、これあれですね、沖縄チビアシナガバチっていう、うんうん、種類の蜂なんですけれども、うんうん、やっぱりあれですね、これバナナにも花茎にもなんかついてるのもあれば、うん、何でしょうね、何でしたっけ、
千年木、千年木と呼ばれる沖縄特有のですね、うん、ヤギがよく食べる、うん、確か木ですよね、うん、そちらにたくさんついてましたね、はい、でまあこれ何日間かですね放置してみて、まあ群れてですね多分死ぬと思うんで、またその後ですねどのように死んでるかとかですね、またそういうのもまた取っていけたらいいのかなと思いました。はい、はい、ちょっとなんか熱帯果樹の何でしょうね、まあ、動画ではないんですけれども、まあ沖縄ではですねこの時期にこの沖縄チビアシナガバチっていうですね蜂が増えてきますので、皆さん作業する際はですねこの蜂に気をつけて作業をしたらいいと思います。はい、とするもですね自分の真似は絶対にしないでください。はい、はい、はい、また、まあ、ちょっと、ね、お叱りがあるかもしれないけど、はい、お叱りがあるかもしれないんですけど、はい、まあ、僕は刺されても大丈夫だったです。はい、はい、確かに電気ショックを2回ビリビリって食らう感じですか、ね、うん、うん、はい、もらった瞬間はちょっとうわーと思いましたけど、はい、はい、慣れれば大丈夫でした。アナフィラキシーショックですかね、うん、の方も2回食らったんですけど僕は出てないので大丈夫だと思います。はい、といったところで、今回は番外編で蜂の駆除編でした。ケン君も怖い中ありがとうございました。いえいえ、お疲れ様でした。はい、またこちらの沖縄チビアシナガバチもですね、うん、一緒に駆除していきましょう。はい、はい、じゃあこんな感じで皆さんありがとうございました。ですね、ちょっと見た目じゃわからないんですけど草刈りやってたら噛まれちゃいました、さっきの蜂に。はい、まあでもあれですね、一瞬電気が走った感じでしたね。はい、大丈夫です。